トムさん、おでこはツルンツルン。のぞチャンネルへようこそ。はい、僕ね、生粋の釣り好きなんですけど、まあ釣り始めたい方とかさ、あと釣り初心者でなかなか釣れないっていう人に向けた動画にするつもりなんですけど、まあ僕の経験上ですよ。僕の経験上で、なんだろう、まあルアー向けかな。例えばルアーである程度大きな獲物を釣りたいと、だけどなかなか釣れなくて困ってる、そういう皆様にね、ちょっと僕自身がおすすめするルアーとワームをちょっと紹介したいんですけど、6つです。6つというか5つですかね。まあちょっとここに並べたんですけど、はい、こちらですね。まあまずね、これはワームじゃなくてあのジグヘッドですね。ジグヘッドっていう、こんな感じですね。この穴の中に糸を通して、で釣り糸を通して、でここにワームをぶっ刺して、まあその要は魚みたいな形ですね。魚を騙すっていう感じですね。まあ言い方は悪いですけど、っていう風に使って、まあこれ結構穴がでかい、穴っていうか針が結構大きいからね、大物、完全に大物狙いですよ。ちなみに僕はこれとこれを使って、このルアーを組み合わせて、あのマゴチっていう魚を釣ったんですよ。マゴチってあのフラットフィッシュ、あの刺身にするととっても美味しいやつです。なかなかね、このサイズ感結構おすすめですね。まあ何グラムだっけ、15グラムぐらいあったかな。まあ針がでかくてね、ちょっと、まあ、重たくなるかもしれないですけど、まあ大物は狙えるんじゃないかって思います。はい、次ね、こいつっす。ドラグメタルキャスト。まあメタルジグっすね。まあちょっと出していきましょうか。はい、こんな感じですね。まあこういうね、ちょっと色鮮やかな感じなんですけど、結構ね、僕はこれで、あの、ブリを釣ったことあります。ブリの子供ですね。30センチぐらいの。あれ出世魚なんで、名前が変わるんですけど、ちなみにこの、頭についてるこのヒラヒラも結構アピールポイントになったんです。なんだら一匹の魚がこれをめがけてここにガブリってやる可能性すらありますからね。実際僕、あの、とある釣り場でブリを2匹同時に釣ったことあるんですよ。あの、一匹はこれを魚だとめがけてここに食いついた。で、もう一匹がこの、これですね。多分このヒラヒラに釣られてこれにガブリと。それで僕、一気に2頭したことが2匹釣ったんですよ。まあ、っていう感じですかね。あと他にもこれでね、シタビラメとかも釣った経歴はあるんで、かなりおすすめです。やっぱね、青物、まあ、ブリとかサバとかもこれで多分狙いやすいと思うんですよね。多分、色を目立つから。あとはまあ誘い方とかそういうのもあるんですけど、初心者でももう、そんな難しい巻き方しなくてもいいですかね。ただ巻きっていうかも、ただひたすらぐるぐるとゆっくり巻いてたら、ほんとブリが食いついてきたんですよ。なんで、初心者にも別におすすめだとは思うんですよね。はい、そんな感じですね。ワーム、ルアーの2つ目ですね。これ、グラスミノーって言うんですけど、これ白いじゃないですか。これ実はあの、夜、一回公園光をちょっと一転して当てると、当ててから暗いところに放り込むと、発光するんですよ。まあ、蛍光色なんで。実際ね、夜釣りで僕これ使って投げたことあるんですけど、これでね、あの、ソイ、あの、黒ソイってやつを一匹釣ったことあるんですよ。これね、なかなか、まあ、大物も狙えるんじゃないですかね。この尻尾がね、やっぱアピールポイントになってるらしくて、これにね、魚が釣られるんですよね。まあ、割とちっちゃいからね、軽いし扱いやすいと思うんですけど、まあ、おすすめですね。はい、三つ目。これもね、グラスミノーの一種なんですけど、これもね、大物狙いですね。これでフラットフィッシュ、さっき言った通り、さっきこの組み合わせるって言ったじゃないですか。あれね、マゴチっていう魚を何回もこれで釣ったことある、釣った実績があるんですよ。50センチ超えの大物も釣ったりと、まあ、ヒラメも狙えるっすね、普通に。まあ、やっぱね、ある程度でかいんで、やっぱ扱いには注意した方がいいかもしれないですね。まあ基本この尻尾の
グニュグニュがなんかアピールポイントにあったり、あとこれも目立つ系ですからね、やっぱ誘い方もある程度はやっぱ気をつけた方がいいのかな。そんな感じですね。まあ非常におすすめです。あとそうこれですね、この黒いやつも、まあこれも同じグラスミーノなんですけど、まあ言っちゃえばこれ全部、この4つのワーム全部グラスミーノっていうやつなんですよ。これもね、根魚、さっき言った黒ソイってやつとかも狙えますね。やっぱこの尻尾のプリプリがね、やっぱアピールポイントになってるんですよ。なおかつ、これは別に発酵はしないんですけど、やっぱね、ちょっと緑っぽいじゃないですか、色が。ちょっと地味だから、海の水が綺麗な時に非常に目立たないっていう、なんて言えばいいんだろう。まあ、逆にね、綺麗な水の中だと、こういう黒いのがね、魚からすると、獲物っていう風に錯覚しやすいんですよね。ちょっと言葉が回らなかったんですけど。まあ、なおかつね、夜でも朝でも、夜でも日中でも狙える、使える代物なんで、まあ、使いやすいんじゃないですかね。で、最後。あ、これですね。これはね、非常にでかい、でかくて、まあ、それに合うジグヘッドも選ばないといけないですけど、まあこれもね、青物狙いですね。実際にね、これで、まあ僕は正直これで釣ったことはないんですけど、知り合いの釣り人でね、これで釣った実績があるっていう、サバだっけな、30センチ超えのサバとか、あとブリもこれで狙ったっていう実績があるんですよ。なので非常におすすめっちゃおすすめですね。まあ、僕は言えることではないんですけど、釣ってないから。まあけどね、夢はあるじゃないですか。これで、なんか、基本釣った魚って刺身にすると美味しいし、そんな大物ブリなんてね、釣れたら、釣れて刺身にしたら、もうぶっ飛びますよ。まあこんな感じですかね。僕がおすすめできるルアーって言ったら、まあ、だいたいこんな感じですかね。まあいろんなね、ルアーとかもいろんなメーカーさんとか種類とかあるし、まあ地方によってもね、やっぱ魚の好みとかも変わってはくるんで、まあ一概に言えることはないんですけど、まあ少なくとも多分宮城県の海の中だと、この道具は多分有効だとは僕は思うんですよ。自分に合った釣り方とか、まあ釣りなんてね、結構奥深いもんで、これはもう疑似餌っていうか、ワームだからもう、餌だと見せかけるテクニックとか必要なんですけど、まあ餌釣りとかね、まあ生きた獲物を使って、例えばミミズみたいなのを青い染めっていうやつを使ったりして、まあ釣る簡単な方法もありますし、またその他もろもろで、釣り方っていっぱいあるんで、まあやっぱね、ハマってみると釣りって奥深いものがあるんで、まあ、これを見て釣り初心者の方とか、あと未経験者の方も、まあよかったらね、まあぜひ興味を持ってもらって、ぜひ釣りを楽しみましょう。というわけで本日の動画ここまでです。ご視聴ありがとうございました。つるりんぱ。